水源は1943年に出版されたアインランドの最初のベストセラー小説である。これまでに世界で650万部が売れている。水源の主人公のハワード・ロークは若い個人主義的な建築家である。彼は自分の芸術的、個人的なビジョンを犠牲にして世間に認められるよりも無名のまま苦闘し続けることを選ぶ。本作品はケンイソーが 伝統崇拝に凝り固まる中、自身が最高と信じる建築を追求する主人公の戦いをめぐる物語である。主人公ロークに対する他の登場人物たちの関わり方を通じて、ランドが考える様々な人格類型が描き出される。水源で描かれる人格類型はすべて、ランドにとっての理想の人間像である自立完全の人物ロークから、 ランドがセコハン人間と呼ぶ人間像までの様々な変化形である。ロークの前進を支援する人物、妨害する人物、あるいはその両方を行う人物など、様々なタイプの人物たちとロークの複雑な関係を描くことで、この小説は恋愛ドラマであると同時に思想書でもある作品になっている。ランドにとってロークは理想の人物の具現化であり、ロークの苦闘は、 個人主義は、中産主義に勝利するというランドの個人的信念を反映している。本作品の原稿は12の出版社から出版を拒否され、最終的に、ボブスメリル社の編集者、アーチボルドー・ーグデンが自らの職をとして出版させた。当時のメディアからのレビューは、器用法編集を半ばしたが、口コミで熱心なファンが広がり、ベストセラーになった。 本作品は1949年に映画化された。映画版の脚本はランドが書き、ゲイリー・クーパーが主人公ロークを演じた。1922年の春、建築家を目指して、スタントン工科大学で建築学を専攻していたハワード・ロークは、慣例に固執する教授たちに従うことを拒否し、退学処分を受ける。ロークを擁護する一部の教授たちの努力や、 その後の当局からの処分取り消しの申し出にもかかわらず、ロークは大学を辞める。建物の形は場所、素材、目的に最も適合するように、かつ基品及び効率が最大化するように決めるべきだとロークは信じている。ロークを批判する者たちは歴史ある様式に従うことが決定的に重要だと主張する。ロークは彼が尊敬する建築家で、 今は、落ちぶれているヘンリー・キャメロンの下で働くため、ニューヨークに行く。スタントン工科大学でのロークの同級生で、世間向けは良いが、中身のない人物であるピーター・キーティングは、優秀な成績で大学を卒業し、ニューヨークの名声ある、建築事務所、フランコンハイヤーに就職する。キーティングは、就職先の経営者、ガイ・フランコンに取り入り、フランコンのお気に入りになる。 ロークとキャメロンは天才的な設計をし続けるが、ほとんど認められない。一方でヘツライ、神手のキーティングは駆け足で出世していく。キーティングは権力者への道を急ぐため、社内での競争相手を次々に排除する。キーティングによる社内競争相手の排除は、最終的にフランコンのパートナー経営者、ルーシャス・ハイアーが、 キーティングに恐喝されて心臓発作で死ぬまで続く。フランコンの共同経営者になったキーティングはキャメロンが引退した後フランコンにロークを雇わせる。しかしフランコンは自分の命令に従わなかったロークを直ちに解雇する。ロークは別の建築事務所に短期間勤めた後自分自身の事務所を設立する。しかしクライアントを見つけるのに苦労し事務所を閉じて フランコンが所有する加工岩採石場で石切り妊婦として働き始める。キーティングはフランコンの美しく気まぐれで理想主義的な娘ドミニクに興味を持ち始める。ドミニクはイエローペーパーニューヨークバナーにコラムニストとして勤務している。ロークはドミニクに魅了されドミニクとの意地の張り合いの末彼女を暴力的に犯す。その直後、ロークは 新しいビルの設計を依頼するクライアントからの手紙を受け取り、ドミニクに名前を知られぬまま、ニューヨークに戻る。ニューヨークバナーがの人気建築コラムの執筆者、エルスワース、M2E は、歯に衣着せぬ批判をする社会主義者で、自分のコラムを通じて、また自分が組織した影響力ある人物たちのサークルを通じて、世論を操作することによって、陰然たる権力を握っていく。 トゥーイーは、ロークを中傷するキャンペーンを始める。トゥーイーは、頭の弱い事業家を説得して、人間の精神を称える神殿の設計をロークに依頼させる。ロークはこの神殿に、ドミニクの謎を置くが、世論はこれに反発する。トゥーイーは、神殿の依頼主の事業家を操り、ロークを告訴させる。裁判で、キーティングを含む著名な建築家たちは、 ロークのスタイルが非正当的で不合理であると証言する。ドミニクはロークを弁護する証言をするが、ロークは敗訴する。自分自身の敗北、そしてロークを称える仲間たちの敗北に心をくじかれたドミニクは、キーティングに結婚を申し出る。キーティングは、2E ーーの名のキャサリンとの婚約を破棄し、ドミニクと結婚する。その後ドミニクは、 ロークに設計を依頼しそうな人物を見つけては、ロークではなく、キーティングに依頼する、よう説得するようになる。ロークは、ドミニクの妨害にもかかわらず、細々とだが着実に依頼主を獲得し続ける。ドミニクは、キーティングに名誉ある、設計案件を勝ち取らせるため、ニューヨークバナーのオーナーで、編集主官のゲールワイナンドに近づく。ワイナンドは、 大型案件をキーティングに発注するのと引き換えに、ドミニクを自分に譲るようにキーティングに要求する。その後ドミニクは、キーティングと離婚し、ワイナンドと結婚する。その後ワイナンドは、自分が気に入る建物はすべて、ロークの設計であることを知り、自分とドミニクの新居の設計をロークに依頼する。ロークの設計で、ワイナンドとドミニクの新居が立ち、 ロークとワイナンドは親友になるが、ワイナンドは、ロークとドミニクの関係を知らない。キーティングは、多くの建築家が絶望する、公営集合住宅コートランド、ホームズの設計の仕事を獲得するべく、トゥーイーに口利きを懇願する。キーティングはロークに、コートランド、ホームズの設計を手伝ってくれるように依頼する。ロークは、自分が設計したことを決して明かさないことと、 完全に自分の設計通り建てられることを条件に、キーティングの依頼を引き受ける。ロークがワイナンドとの長期の旅行から帰ってみると、キーティングの約束に反し、コートランド・ホームズは変更された設計で建てられていた。ロークはコートランド・ホームズを爆破する。ロークを求断する声が国中から上がるが、ワイナンドは部下の記者、編集者に命じて、ニューヨークバナーの紙面で、 ロークを擁護させる。ニューヨークバナー紙の販売部数は落ち、スタッフたちはストライキに入るが、ワイナンドはドミニクの助けを借りて、新聞を発行し続ける。新聞社を閉鎖するか、ローク擁護を撤回するかの選択を迫られるに至り、ワイナンドは、ロークを求断する記事を自分の署名入りで掲載することを選ぶ。コートランド、ホームズ爆破事件の裁判で、ロークは、 陪審員や傍聴人たちの感情をかき立てる演説を行い、無罪になる。ドミニクはワイナンドと離婚し、ロークのものになる。ワイナンドはニューヨークバナーを閉鎖し、高層ビル、ワイナンドビルディングの設計をロークに依頼する。18ヶ月後、ワイナンドビルディングの建設現場に訪ねてきた妻ドミニクを天空にそびえる建設中のマ天楼の頂に立つロークが迎えるシーンで、 物語は終わる。1928年、セシル・ビー・デミルは映画スカイスクレーパーの脚本の執筆をランドに依頼した。ダッドリー・マーフィーによる原作では、ニューヨークのある高層ビルの建設に携わる二人の建設労働者が一人の女性の恋人の座をめぐって争う物語だった。ランドはこの物語を二人の建築家のライバル関係に変えて書き直した。 二人の建築家の一人は、ハワード・ケーンという名前で、使命に身を捧げる理想主義者であり、様々な困難に打ち勝ち高層ビルを建設する人物として描かれた。エンディングでは、完成した高層ビルの頂上に立つケーンが、勝利に胸を張り空を見上げるとされていた。最終的にデミルは、ランドの脚本を却下し、映画は、マーフィーの原作に従って制作されたが、ランドによる、 幻の脚本には彼女が後に水源で使用する様々な要素が含まれていた。1999年に発行されたジャーナルオブアインランドの編集者デイビッド・ハリマンもランドの初期の未完の小説のノートに水源のいくつかの要素がすでに登場していることを指摘している。この未完の小説の主人公はある牧師から耐え難い責め苦を受け、 最終的にこの牧師を殺し、刑に処される。世間からは美徳の化身とみなされているが実際には怪物である、この牧師は多くの点でエルスワース・トゥーイーに似ており、この牧師の暗殺はスティーブン・マロニーによる未遂に終わったトゥーイー殺害に重なる。ランドは1934年に最初の小説、我ら生きる者を完成させたのに続き、水源の執筆に着手した。 最初のタイトルは、セコハン人生だった。ある程度ランド自身の個人的な体験を題材にした、我ら生きるものと異なり、建築というあまり馴染みのなかった世界を題材にした、小説を書くにあたり、ランドは広範な取材を行った。取材の一環として、ランドは建築家の電気や建築に関する書物を多数読んだほか、建築家、エリー・ジャック・スカーンの事務所で無給のタイピストとして、 働かせてもらった。ランドは当初一つのテーマでしか書けない作家とみなされるのを避けるため我ら生きるものよりも政治性の薄い小説を書こうとしていた。水源のストーリーが形作られるにつれてこの小説で個人主義をめぐって展開される思想にランドはより政治的な意味を乱すようになった。また当初ランドは四つあるセクションのそれぞれを 自分の思想形成に影響を与えたフリードリヒ・ニーチェの言葉で始めるつもりだった。しかしやがてニーチェの思想が彼女の思想とあまりに異なっていると判断するに至りニーチェの言葉を引用するのはやめた。最終原稿に残っていたニーチェの間接的な言及も編集で削除した。水源の執筆作業はたびたび中断された。1937年ランドは 水縁の執筆から離れ短編小説アンセムを書いた。また舞台版我ら生きる者も,も完成させた。舞台版我ら生きる者は1940年前半に短期間上演された。1940年には政治運動にも積極的に関わった。まず、米国大統領選挙でウェンデルエル・ウィルキー陣営のボランティアスタッフとして活動し、 続いて保守八式人ためのグループの設立を目指した。初期の作品の印税が途絶えると、映画スタジオでフリーランスの脚本家として働き始めた。水源を出版する出版社がようやく見つかった時、原稿はまだ3分の1しか完成していなかった。すでにデビュー小説が出版され、舞台脚本1月16日の夜にがブロードウェイで成功していたにもかかわらず、ランドは 水源の出版社を見つけるのに苦労した。我ら生きるものを出版した、マクミラン出版社は、ランドに前作以上の宣伝を要求されると、この新しい小説の出版を拒否した。ランドの代理人は、他の出版社にこの作品の出版を持ちかけ始めた。1938年、アルフレッド・ A、クノフ社は本作品の出版契約に署名したが、 1940年10月の時点で、ランドが原稿を4分の1までしか完成できなかったため、ランドとの契約をキャンセルした。他にも、複数の出版社から出版を拒否され、ランドの代理人はこの小説を批判し始めた。ランドは、この代理人を解雇し、自分で出版社を探し始めた。ランドがパラマウント映画で映画脚本家として働いていたとき、 彼女の上司のリチャード・ミーランドが彼女に出版会の知り合いを紹介することを申し出た。ミーランドは彼女をボブスメリル社の担当者に引き合わせた。同社に雇われたばかりの編集者、アーチボルドーグデンはこの作品を気に入った。しかし二人の社内レビューアーはこの作品に矛盾する評価をした。一人は偉大な作品だが売れないだろうと述べ、もう一人はゴミだが 売れるだろうと述べたのである。オグデンの上司で、ボブスメリル社社長の DL ・チェンバーズは、この作品の出版を拒否することに決めた。チェンバーズの決定を知ると、オグデンは本社に、もしこれがあなたの希望にかなう作品ではないなら、私はあなたの希望にかなう編集者ではありませんと電報を打った。オグデンの強い抵抗により、1941年、ボブスメリル社は、 ランドと本作品の出版契約を結ぶことを決めた。ボブスメリル社が出版を決める前に、12の出版社が本作品の出版を拒否した。ランドはこの作品に、セコハン人生という仮タイトルをつけていたが、オグデンはこのタイトルでは、物語の悪役側が強調されてしまうと指摘した。ランドは代わりに、ザ・メインスプリングを提案したが、このタイトルは、 最近別の本に使われたばかりだった。ランドは類語辞典を引き、メインスプリングの類義語として、不運転波動を見つけ、これをタイトルにすることにした。水源は1943年5月に出版された。売れ行きの出足は鈍かったが、評判が口コミで広がり、ベストセラーリストをゆっくりと上昇していった。 最初の出版から2年以上が経過した1945年8月にはニューヨークタイムズがみのベストセラーリストで6位になった。1971年にはランドによる新しい序文が入った25周年記念版がニューアメリカンライブラリーから出版された。1993年には50周年記念版がボブスメリル社から出版された。この版には ランドの相続人のレナード・ピーコフによる後書きが追加された。2008年までに本作品は英語版だけで650万部以上を売れ、複数の言語に翻訳された。建築家のフランク・ロイド・ライトもハワード・ロークのモデルになった人物の一人だった。ハワード・ローク本作品の主人公、大治を抱く建築家、集参主義に対する個人主義の勝利を象徴する。 物語の終盤、自分が設計し、他の建築家たちによって、設計を解約された建物を、ダイナマイトで爆破し逮捕される。裁判では、セコハン人間を非難し、主導者の優越性を明らかにするスピーチを行い、陪審員の共感を得て、無罪となる。ロークのキャラクターは、少なくとも、部分的には、アメリカ人建築家、フランク・ロイド・ライトにヒントを得ている。 ランドはライトに関して参考にしたのは建築上のいくつかのアイデアと経歴のパターンだけであり、ロークが表明する思想にも物語の中の出来事にもライトを参考にした点はないと述べている。ランド自身が否定したにもかかわらず、ライトとロークの関連性を主張する論者は絶えない。ライト自身はロークが自分をモデルにしているかどうかについて明言を避けていた。 自分がロークのモデルであることをほのめかす時もあり、否定する時もあった。ライトの電気を描いたエーダルイーズ・ハックステーブルは、ライトの思想とランドの思想が大きく隔たっていることを示し、ライトが自分が父であるとは認めないし、母と結婚する気もないと言ったと述べている。ピーター・キーティングやシンはあるが、ロークとは正反対の立場と方法をとる、建築家。 ある程度の創造性と知的能力があることはロークも認めているが、これらの才能は富を追求する中で圧殺される。物語の全体を通じて、より大きな成功を目指し、愛情ある人間関係や意味ある仕事を求めながら、これらの両方を失っていく。ドミニク・フレイン本作品のヒロイン。ランドのノートによれば、ハワード・ロークのような男性のための女性。 ほぼすべての登場場面を通じて、ランドが後に、人生に対する誤った考えと評する考え方で動く。巧妙だが、創造性は低い建築家、ガイ・フランコンの娘。建築家たちの凡庸さを批判するコラムを多数書き、父を悩ませる。逆境と自立を希求する彼女はロークにのみ、自分の匹敵者を見出し、この先行性によって、 彼女の人生は悲劇的なものになるが、この物語の結末で最終的に解決される。ドミニクのキャラクターには様々な評価がある。クリスマ州シ,シャバラはドミニクをこの作品の中でもかなり奇怪なキャラクターの一人と呼んだ。ミミライゼル・グラッドスタインはドミニクをつむじ曲がりの興味深いケーススタディーと呼んだ。 トアボックマンはドミニクを複数の前提を一部誤解したまま内在させている。キャラクターと表し、彼女の行動を自身の矛盾する観念がいかに帰結するかの論理的表現とみなしている。ゲールワイナンド・ニューヨークの貧民外出身の浮遊な新聞を、ニューヨークの新聞、雑誌の多くを支配下に置く。ロークと多くの気質を共有するが、ワイナ難ドの成功は世論に迎合する能力に、 依存しており、この能力が最終的に彼を転落に導く。ランドはノートの中でワ Y ンドを英雄的個人主義者になり得た人物と記し、英雄的個人主義者になることができ、である人物ロークと対比させている。ロークのキャラクターの要素の一部は政治的な影響力を得ようと試みて成功も失敗もしたことを含めて実在の新聞を ウィリアム・ランドルフ・ハーストにヒントを得ている。ワイナンドは権力を握る試みに最終的に失敗し自分の新聞社も妻もロークとの友情も失う悲劇的人物である。ワイナンドのキャラクターはニーチェの君主道徳の具現化と解釈されてきた。ワイナンドの悲劇はランドによるニーチェ思想の否定ともみなされている。この小説の視点では 他人に対する権力を追求する、ワイナンドのような人物は、順応主義者と同様の、セコハン人間とみなされる。英国の社会主義者、ハロルド・ラスキは、ランドがエルスワース・トゥー・イーのキャラクターのヒントにした人物の一人だった。エルスワース・モンクトン・トゥーヒー人気コラムの執筆者で、ロークの敵対者で、中産主義を体現する。大衆の意志の代表者を自称するが、 他人への権力を希求している。自尊心を破壊することによって、カモになった人物を支配する。あらゆる人物や業績をその進化を問わず同等に勝ち、あるものとして扱う、厳格な平等主義を社会に流布させることによって、さらに広範な権力を握ろうとする。ある表者が述べたように、トゥーイーのやり方は次のようなものである。多数のゼロから導かれる。 平均のような社会を目指すトゥーインは自分がどのようにピーター・キーティングを崩壊させるかを正確に認識している。彼はリタ主義を利用して個人の高潔さを破壊し、ユーモアと寛容を利用してあらゆる基準を破壊し、犠牲を利用して人々を奴隷にするという自分の手法をこの破滅した若者に説明してみせる。この説明を通じて彼は 最良かつ最悪のファシスト精神を華々しく誇示する。それゆえ彼は、ロークが体現する儀英雄的精神に敵対する。ランドは、様々な状況でのトゥイーの行動の想像する際、英国の民主社会主義者、ハロルド・ラスキの記憶をヒントにした。ニューヨークの知識人、ルイス・マンフォードやクリフトン・ファディマンも、トゥイーのキャラクター造形に役立てた。ランドは、水源の第一の主題は、 政治ではなく個人の魂における個人主義と集参主義の対立であると述べている。ロークが法廷でアメリカにおける個人の権利の概念を擁護する演説を行う以外は政治問題を直接論じることは回避されている。歴史家ジェームズ・ベーカーが述べるように1930年代の作品であるにもかかわらず水源では経済にも政治にもほとんど言及されていない。 第二次世界大戦中に執筆されたにもかかわらず、世界情勢への言及もない。この作品のテーマは一個人と体制の対立であり、それ以外の問題は排除されている。ランドによるロークの建物の描写は、フランク・ロイド・ライトの諸作品にヒントを得ている。写真はライトが1930年代に設計した、邸宅、落水槽。ランドは、水源を、夫。 フランクをナーと建築に捧げた。ランドが建築をテーマに選んだのは、建築が彼女の思想にある種のアナロジーを提供したからである。特に、モダニズム建築の台頭は、個人は思考の価値を持つ存在であり、創造性の源泉である。自己本位であることは、倫理的エゴイズムとして正しく理解される限りにおいて、美徳であるという彼女の信念に適切な裏付けを提供した。 ピーター・キーティングとハワード・ロークは対照的なキャラクターである。キーティングは古い伝統を尊重し、高層ビルを設計するときにすら歴史的接中主義や新古典主義の方に依拠する。キーティングは他人から提案された変更を躊躇なく取り入れる。キーティングの態度は20世紀初頭に流行した無節操で接中主義的な建築のあり方を反映している。 ロークは真理と誠実を追求し、これらを自分の仕事に表現する。ロークは変更を提案されても妥協しない。ロークの態度は、それまでの設計の潮流に満足せず、個人の創造性を強調するようになった、モダニズム建築家たちの軌跡を反映している。ロークの個性は、モダニズム建築家のひだ強制と英雄性の賛美となっている。 水源からインスピレーションを受けたと証言している建築家は多い。建築家でサンフランシスコ建築家協会創設者のフレッド・スキットは著書を最初の建築の詩ハワード・ロークに捧げている。ネーダー・ボス・ギアンはこの半世紀で水源以上に建築家という職業の社会的イメージを形作ったテキストはないかもしれないと書いた。 著名な建築写真家のジュリアス・シュルマンは、水源を初めて建築家に世間の注目を集めさせた作品と呼び、この作品が20世紀の建築家に影響を与えただけでなく、すべての近代建築家の人生の最初に、全面に、中心に存在する本であると述べている。交換直後から、水源に対する批評家たちの態度は二極化し、賛否入り混じったレビューが発表された。 ニューヨークタイムズ紙には、ランドを、きらびやかに、美しく、通列に書く、素晴らしい力を持つ作家と呼び、これは個人を商用する参加である。この偉大な作品を読めば、我々の時代における基本的な概念のいくつかについて考え抜かずにはいられないだろうと評するレビューが掲載された。ニューヨークジャーナルアメリカン誌のコラムニスト、ベンジャミン・デカスターズは、主人公ロークは、 妥協しない、個人主義者で、現代アメリカ文学の中で、最も読者を鼓舞するキャラクターの一人であると書いた。ランドは、デカッサーズに手紙を書き、他の多くのレビューアーがこの小説の主題に触れない中、デカッサーズがこの小説の主題が、個人主義であることを解いてくれたことに例を述べた。他にも、肯定的なレビューはあったが、ランドはそれらの多くを、自分のメッセージを理解していない。 もしくは掲載詩詩がマイナーであるとして無視した。否定的なレビューのいくつかはこの小説の長さを批判していた。例えばあるレビューアーはこの小説を本のクジラと呼び、別のレビューアーはこの小説に入れ込む人間には紙の配給に関する厳しい授業を受けさせる必要があると書いた。登場人物に同情心がないと批判するレビューアーやランドの文体を 不快なほど単調と批判するレビューアーもいた。水源が出版された1943年には、イザベル・パターソンの機械の神、ローズワイルダー・レインの自由の発見も出版された。これらの作品の出版により、ランド、レイン、パターソンの3人は、アメリカのリバタリアン運動の母と呼ばれてきた。例えばジャーナリストのジョン・チェンバレンは、自分が社会主義を捨て、 リバタリアン思想と保守思想の古きアメリカ思想に最終的に転向したのはこれらの作品を読んだからであると述べている。アメリカの黒人児童文学作家バージニア・ハミルトンのジュニア・ブラウンの惑星は水源のパロディになっている。本作品で最も議論の的になってきたのはロークによるドミニクのレイプシーンである。フェミニストの批評家たちは女性を男性に従属させるランド作品の 反フェミニズム的視座を象徴するシーンとして、このシーンを非難してきた。スーザン・ブラウン・ミラーは、1975年の著書、レープ踏みにじられた意志で、女性を自分よりも優れた男性への屈服を望む存在として描くランドのレープ思想を非難した。ブラウン・ミラーはランドを自分自身の性に対する裏切り者と呼んだ。スーザン・ラブ・ブラウンは、このシーンは、 ランドがセックスをサドマゾヒズムの行為、女性が従属し受動的になる行為とみなしていることの表れであると述べた。バーバラ・グリーズーティ・ハリソンは、このようなマゾヒズム的ファンタジーを楽しむ女性は、損傷しており自己評価が低いと示唆した。ランド研究者のミミリーセル・グラッド・スタインは、ランドの作品のヒロインたちに称賛すべき要素を見出しつつも、 レイプの本質に対する意識が向上した読者は、ランドのロマンチックに描写された、レイプを承認しないだろうと述べた。ランドは、このシーンで行われたのは、明白に誘いをかけられた上でのレイプであるとし、実際にはレイプではないと述べた。その理由としてランドは、ドミニクがロークを呼んで修理させるため寝室の大理石板に傷をつけた後の会話などから、ドミニクがこの行為を欲し、 ほぼ誘ったのは明らかであると説明した。ランドは本当のレイプならそれは忌むべき犯罪であると述べた。この小説を擁護する論者はこの解釈に同意してきた。アンドリュー・バーンスタインはこのシーンに特化して論じたエッセイでこの問題に関しては多くの混乱が存在するがドミニクがロークに格子がない魅力を感じロークと寝たくてたまらないことを示す決定的証拠は この小説の描写の随所に存在していると述べた。個人主義的フェミニズムを信奉するウェンディ・マッケロイは、ドミニクはロークに完全に押し切られているものの、この経験をドミニクが承諾しているだけでなく、楽しんでもいることが明らかに示されていると述べた。バーンスタインもマッケロイも、ブラウン・ミラーのようなフェミニストの解釈は、性に関する誤った理解に基づいているとみなしている。 1936年にランドがこの小説の構想に着手したとき、ロークをもし必要であれば彼女をレイプすることもでき、そのことを正当に感じられるキャラクターとして考えていたことがランドの死後に出版された構想ノートに示されている。この構想ノートの存在はランドがフェミニストと議論していた当時は知られていなかった。ニューヨーク市のコーヒーハウス。 マウンテンヘッドカフェの店名とモットー、イートアブジェクティブリー、ライブリッジはこの小説の影響である。水源は、前世紀から今世紀に至るまで多くの部数が、売れ続け、映画、テレビドラマ、小説など様々な大衆娯楽で研究されてきた。しかし大衆に浸透している割に、本作品に対する、批評ちからの継続的な注目は、比較的少ない。 哲学研究者のダグラス・デン・アイルは、水源の遺産を評価し、この小説は、ランドの後の小説、肩をすくめるアトラスと比較すると、相対的に無視されてきたと述べ、我々の課題は、水源で明確に立ち現れ、かつ単純に肩をすくめるアトラスの目で読むことを我々に、強要しないような論題を発見することだと述べた。水源を、ランドの最高の小説とみなす、評論家もいる。 哲学研究者のマーク・キングウェールは、水源は、ランドの最良の作品である良い作品であるとは、言えないにしてもと述べた。ビレッジボイス氏のあるコラムニストは、水源を、甚だしく変更していると評し、むやみに清った、英雄崇拝に満ちていると述べた。水源は、若い読者にとって、独特の魅力がある作品である。歴史研究者のジェームズ・ベイカーは、水源は、若者にとって、 ランドファンが想像するほど重要ではないにしても、ランドを攻撃する人々が考えるよりも重要な魅力があると述べている。アラン・ブルームは、この小説は、ほぼ文学ではないと述べ、少々エキセントリックな若者を刺激して、生き方を変えさせるニーチェ風の独断を散りばめた小説と表しているが、その一方で、自分が教える学生たちに影響を受けた本を、 尋ねると、水源を上げる学生が必ず何人かいるとも、述べている。ジャーナリストのノーラ・エフロンは、18歳の時にこの、小説を読んで好きになったが、その時はこの小説を若い建築家の、サクセスストーリーとラブストーリーとして読み、エゴイズムと、リタ主義の対立という主題には気づかなかったと、認めている。エフロンは後に、水源を再読してこの主題に気づき、この小説は、 この主題に気づかないくらい若い時に読んだ方がいい。大人になってからこの小説を読むと非常に馬鹿げた本だと思わずにはいられないと述べている。建築家のデービッド・ロックウェルは建築とデザインに興味を持ったきっかけの一つとして映画版の水源を挙げている。ロックウェルは彼が大学で建築を教えている学生の多くが水源の主人公へのトリビュートとして 彼らの飼い犬にロークと名付けているとも述べている。1987年の映画ダーティダンシングではペニーの中絶手術費用を払うようにベイビーに迫られたロビーが責任を取ることを拒否して大事にされる奴もいるしされない奴もいると言った後ベイビーに自分の水源を渡しこれを読めよ。君なら楽しめるはずだ。余白に書き込みがあるから 読んだら返してくれというシーンがある。テレビドラマ36区のシーズン7、エピソード7には、ジャックが聖書の代わりに水源の一節を読むシーンがある。2006年の映画、スキャナードアクリーでは、登場人物、チャールズ・フレックが自分の死体が水源を掴んだ状態で発見されるように、アパートで自殺を試みる。麻薬によって引き起こされたサクラ乱から、フレックは、 このような行為によって体制を告発し、自分の死によって何事かを達成することができると信じ込む。テレビアニメ、ザ・シンプソンズのエピソード20.20 20、偉大なる女性たちでは、マージがリサをサロンに連れて行き、初めてのマニキュアを体験させる。そこで一人の女性が、同時に賢く、強く、美しくなることは可能なのかをめぐって論争が起き、互いに物語を話す。 最後の物語で、マギーが、水源のハワード・ロークの役を演じる、マギー・ロークになる。テレビドラマ、ギルモア・ガールズのシーズンに、第13話、ギルモア・母子のお値段では、ローリーが、ジェスに、水源は、傑作で40ページにも及ぶモノローグを、アインランドのように書ける作家はいないと言い、この小説をもう一度、読むように進める。ウディア・レン監督の年の映画、 ローマでアモーレでは、モーニカがハワード・ロークと寝て、友人のボーイフレンドに感銘を与えたいという自分の欲望について語る。テレビドラマ、エレメンタリー・ホームズワトソン・イニ・ NY ワイのシーズンに、エピソード3には、犯行現場で水源が誤って置かれていることが発見され、マーカス・ベル刑事が、ニューヨークの大学生の二人に一人はこの本を持っているといい、シャーロック・ホームズが、 アインランドを知的破綻者が最高とみなす哲学者と評するシーンがある。コメディドラマ、そりゃないぜ。フレイジャーのシーズン8、第9話には、フレイジャー・クレインが自分の師匠に、少年時代、上級生が自分の水源をバスの下に投げた日に、精神医学への関心が呼び起こされたと語るシーンがある。2013年の映画、泥棒は、 幸せの始まりには、サンディ・パターソンの上司ハロルド・コーニッシュが、上役が受け取る高額なボーナスに関する質問の、後で、君のために、水源を一冊買ってこよう。これが誰にとっても良い小説であることがわかるはずだというシーンがある。テレビドラマ、アンドロメダでは、ニーチアン族がかつて暮らしていた惑星ファウンテンヘッドを周回する軌道を、アインランドステーションが回っている。 シーズン1、エピソード8、思い出への橋には、ティアーナサジが、ディラン・ハント艦長に、水源を投げるシーンがある。テレビドラマ、バーニー・ミラーのシーズン6、エピソード20、建築家では、ある男が、自分の設計を醜く変更して建てられた新しい、ビルを破壊し、逮捕される。逮捕された男がこのビルを部別を込めて、あのコートランドと呼んだとき、ディートリヒ刑事は、 この男がハワード・ロークを模倣して次元爆弾を仕掛けたと推定する。刑事はコートランドというのはアインランドの小説、水源に出てくる建物の名前だったと説明する。1945年、ランドはキング・フューチャーズ・新宿刑徒社から新聞連載用に差し入りや宿縮の水源を制作する提案を受けた。ランドは 編集の監督権と登場人物のイラストの承認権の確保を条件にこの提案に同意した。サシエりや四縮版の水源は1945年12月24日から30回にわたり35の新聞に掲載された。サシ絵はフランク・ゴトウィンが描いた映画版でワードロークを演じたゲリー・クーパー。1949年 ワーナーブラザースは本作品の映画版を公開した。ハワード・ロークは、ゲイリー・クーパーが、ドミニク・フランコンは、パトリシア・ニールが、ゲール・ワイ・ナンドは、レイモンド・マッセーが、ピーター・キー・ティングは、ケント・スミスが、それぞれ演じた。監督は、キング・ビダーが務めた。映画版の興行収入は210万ドルで、制作費を40万ドル下回る赤字となった。 しかしこの映画に公開によって関心が高まった結果、原作の売り上げは伸びた。公開当初、ランドはこの映画に好意的で手紙の中で、これまでハリウッドで小説を原作に作られた、どの映画よりも原作に忠実に作られていると書き、この映画化は大きな勝利だったと書いている。しかし、後にこの映画に対する彼女の評価は否定的になり、この映画は初めから、 終わりまで嫌いと語り、編集や演技など様々な要素に不満を述べるようになった。ランドはこの映画家の経験から、監督、脚本家の選択権と編集権を認められない限り、自分の小説の映画化権は、絶対に売らないと宣言した。2014年6月、オランダフェスティバルで、水泳の舞台版が、イボ版、ホーベの演出で上演された。ハワード・ロークは、 ラムゼーナスルが演じた。同作品は2014年7月前半にはバルセロナで同月後半にはアビニョン演劇祭で上演された。ありがとうございます。